さあ、8時になりました。有吉弘行のサンデーナイトドリーム有吉でございますけれども、まあ27時間テレビですかね。要はね、世間はほぼ27時間テレビでございますが、今週は生放送、先週録音でしたからね、今週からきっちり生放送でということなんですが、今日だと思ってなかったんですよ。来週だと思ってたんですよ。27時間テレビがあるから、27時間テレビに出てらっしゃるんで、今日いらっしゃることはないかなと思ってたんですが、なんと今日だったんですね。告知もちゃんとできてませんでしたけども、今からゲストが、来てくださいます。27時間テレビが終わってからになるのか、どうなんでしょうかね。ちょっと駆け足で来てくださるのか、ちょっとよくわかりませんけれども、27時間テレビ、にがっつり出てらっしゃる方が今からゲストに、来てくださいますので、ちょっと若干の緊張もありつつ、山野なんかもちょっと、山野じゃない、ごめんなさい、イノシシ太郎さんですね。イノシシ太郎さんもちょっと緊張されてますね、ちょっと。そうですね。やっぱ有吉さん、山野っていうよくわかんない名前言っちゃうぐらい、ね。緊張してるんですかね。あんまり、面識ないですもんね。そうですね。数回会ったことがある。ぐらいでしょう。はい。いや、ちょっと緊張もしますけども。はい。スーパースターです。そうですね。スーパースターついに登場と。はい。緊張感漂いますね。やっぱオーラっていうか。はい。やばいですね。はい。やばいっすね。だから9時ぐらいになるのか。はい。どうなんでしょうかね。何時までやってるのか。間に合う。間に合うのかどうか。間に合うんですね、うん。はい。ちょっと楽しみでございますが、今日はなんとスーパースターをお迎えして、はい、生放送、頑張って参りたいと思います。頑張りましょう。さあ、こんばんは。オータボルの真珠、広島が生みました怪談師有吉弘行でございます。東京半蔵の JFN スタジオから生放送でお送りします、サンデーナイトドリーマー。今月のアシスタントこの方です。ブラックパイナー SOS のイノシシ太郎です。よろしくお願いします。はい、これ太郎ちゃん、気がカタカナなんですね。そうですね、見てましたけども。そうですね、太郎ちゃんは、はい、太郎ちゃん、はい、太郎ちゃん、あの今日で最後かと思いますが、7月はもう一週あるんで。そうですね、来週もあるということですが、まあ、でも今回ゲストがいらっしゃいますので、はい、いいとものレギュラーメンバーじゃないから、もう早く帰れるんだね。ああ、いいとこに入ってないんでしたっけ。だから、そうですね、だから早く来てくださると思います。ああ、ありがたいですね、はい、27時間テレビ終わりですぐ、はい、来てくださると思います。楽しみでございますけれども、はい、27時間テレビ出ました。僕ですか。出てない。僕出てないですね。僕も出てないんですよ。有吉さん出てないんです。なんですかね、なんか、はい、あれよくわかんないけど、なんか俺ヒルナンデスの方だからかな。あ、そうですね、いいともだからね、あっちは、ね、はいはいはい、それ出ちゃうと、でなんとなくやっぱ見て、オードリーとか出てそうだなと思うけど出てなかったし、はい、サバンナとかもやっぱりいなかったから、なんかその辺の、はい、あんのかね、しがらみがね。多少はやっぱ裏番組の、そうです、画面的にちょっとあれ、ね、って思うんですかね。それで出てなかったのかもしれないし、ただ単に呼ばれなかったっていう可能性当然ありますけども、はい、山野さんもだからヒルなんですね。山野さん、あ、ごめんなさい、やめてくださいよ、本当。太郎ちゃん、僕本当は山野さんでもいいんですよ。イノシシ太郎ね。そうね、イノシシ太郎ちゃん、太郎ちゃん、イノシシ太郎ちゃんもまあヒルなんですメンバーだから。いや、ヒルなんですの方も出てないんです。出てない、はい、フリーなんですよね。はい、ただ呼ばれてない理由の、あ、ただ呼ばれてない方の、はい、あ、そうですか、はい、いや結構はい、夜中もがっつり見ましたよ。ずっと、うん、あのビッグスリー、たけしさん、はい、さんまさん、タモリさんの、はい、鶴瓶さんと中村さんも一回のコーナー、はい、も見ましたし、いや、なんかありがたいもん見れたなって感じも、はい、アイス、なんかやっぱ見ちゃうね。見ちゃいますね。ここまで見たらなんか眠たいなと思っても、やっぱもうちょいもうちょい、なんかやっぱあれが生放送の魔力でさ、はい、なんか面白いこと起こんじゃねえか、なんかハプニング起こんじゃねえかとかさ、うん、はい、いうのがあるじゃん、はい、でやめ時がないんだよな、あれテレビな、なかなか27時間とかって、ね、うん、だからずっと見たけど、だから今からゲストに来てくださる方の活躍もしっかり目に焼き付けましたし、裏話なんかも聞けたりするね。あのだから27時間テレビのあの空気感みたいな、あー、やっぱ現場にしか分かんないことってある、多分あると思うんですよ、ね、多分裏でたけしさんとさんまさんがほら
婚の話してたんですよ実は。聞きたいですね。あるかもしれないし、うん、意外と27時間テレビとかにがっつり絡んだことがないから俺、はい、なんか深夜の夜中ちょっとポロッと出たりとかはあるけど、はいはいはい、あんまりがっつりやったことが当然ないから、はい、それなんかちょっといろいろとやっぱ夜中眠さとかそういう戦ったりとか、うん、そういうのもあるんですかね。実は寝てますみたいなのもなんかあるんですかね。そうなんですね。ちょっとなんか楽しみなんですが、はい、はい、間もなくゲストの方がやってきてくれると思います。はい、はい、バイク便とかの後ろに乗ってくるんですかね。やっぱ間に合わない、ね、ギリギリの大急ぎでやってきます。大急ぎで、さあ行きましょう。アリシュ君、サンデーナイトドリーム、今夜も最後までお付き合いください。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております有吉弘行のサンデーナイトドリーマー。今月のアシスタントはブラックパイナー SOS イノシシ太郎です。生放送でございます。メール募集いたしましょう。はい、ネットニュースでちょっと話題になっていたのが、小栗旬さんの本棚ということで、うん、たくさん漫画がありましたがその関数が中途半端であったりとか、はい、いろいろ銀魂一巻で、うん、アイアムヒーロー二巻で、うん、よくわかる。なんかいろんな憶測があるという。今夜のテーマこちら、あなたの本棚、はい、あなたの部屋もしくは家にある本棚にどんな本があるか報告してください、うん、ということでございます。皆さんの本棚状況を教えてください、はい、メールは有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ホームページアドレスは www.jfn.co.jp/dreamer です。携帯電話からも送れます。はい、で、あのゲストが来るっていうことをちょっとオープニングで言いましたので、はい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 、早速メール来てましてね、いろいろ憶測が飛んでるみたいですけども、はい、ラジオネーム浅見水川、あ、ゲストが来る、うん、どうせ鍋プロのクソ芸人だろう。サントリースタッフに期待する暇があったらな、家族全員で一滴を見るわバカ野郎。いや、ちょっとこれ舐めてんな、うん、ゲスラー本当に恥ずかしいですよ。FMA 三重の瀬戸一、有吉さんスペシャルゲストってまさかサンドリの腹黒クイーンベッキーですか。ベッキーなんですね、うんうん、ついにサンドリに来てくれた我々ゲストも楽しみにしてますよ、うん、JJ エイブ大佐来るんですか、さんまさんに質問です。27時間の舞台裏教えてくださいという、いろいろこう、はい、憶測が飛び交ってます。みんな期待してるんですね。全てこれ外れです。全て外れ、外れてます予想ね、うん、もっともっとすごい方来てくださいます。うん、さあ行きましょうかね。じゃあお待たせしておりましたから、はい、もう到着した、されました、されました。さあ初めてで、はい、こんなゲストの告知もせずにいきなりやってきてくださいまして、うん、はい、27時間テレビでちょっとお疲れ気味の方でございます。はい、じゃあ紹介してもよろしいですか、はい、この番組のゲスナーさんからはこんな風に呼ばれています。土曜、あ、やめましょう、はい、言わない方がいいでしょう。そうですか、突然紹介いたしましょう。はい、今回のゲストこの方です。いやー間に合った。いやーちょっと混んでたからさ、休日だからちょっとこう何油断してたけど、はい、少しこう道が詰まったからもうギリギリでもちょっと焦っちゃったけど、はい、いやー助かった。ごめんね遅くて。どうなったの、うん、もう向こうもさ、はい、ほら結構ほらピリついてるから、はい、画面には出てないかもしれないけど、はい、結構裏ピリついてるから、はい、うん、なんか抜けるタイミングちょっと言い出しにくかったんだけど、そこはまあ今までの関係性で、うん、マイムたっぷりでお送りされてますけど、うん、どなたですか、うん、え、名前いや、どなたですかってもう分かるでしょ。だってさっきまでもうお茶の間もやってね、さっきまでお茶の間にいた彼ですよ。手の動きがすごいですね。それは動いちゃうよ。だってずっとあっちでやってるわけだから、ね、うん、テレビのサイズやってるからさ、ごめんなさいね。ただやっぱ手つけた方がやっぱ声に乗るから。間が怖いですか。電波に乗るからさ。いやいや、ちょっとすみません。え、何、自己紹介だけちょっとお願いします。あ、した方がいい。した方がいい。一応。深川亮で。よろしいでしょうか。ね。まあ、ロケットマンっていう名前持ってますけどね。そうですね。まあ、一応ね。なるほど。すげえんじゃねえか。俺、なるほど。俺外れてるっていう風に、ね、浅見水川予想通りで誰のことだろう、ね、なるほど、すげえに来ちゃった。
旗ヨークのことかな。そうですよね。誰のことか。そういう意味ではないんですもんね。うん。ねえ、いやいや、ごめんね、なんかね。うん、ギリギリになっちゃって。出てた？え？27時間テレビ。え、何が？27時間テレビ出てた？あ、もうここでもう、ここでもう下車しないといけない。この夢列車もうここで下車しないといけないでしょ。わずっと嫌いじゃなかったんですけど、あ、27時間ですか、まあ出てないっつうかもう久しくお台場方面行ってないよ。久しくレインボーブリッジは立ってないよ、ね、なんで今日来たのよ。いや、なんでってさ、いやいや、それさ、まあもちろんその何、こちらのスタッフから一応まあ依頼というかね、うん、そうありまして。そんなことないでしょ。何が？深川くんのマネージャーから強烈なプッシュがあったって聞いてるよ。いやいや、うちのマネージャープッシュするタイプじゃないから。いや、好きんだよ、うんうん、たださ、僕も今回3回目かな、はい、今までさ、うん、まあ正直いい思い出一つもないのよ。だけど、はい、だけど、なんかこの番組に対するさ、うん、抵抗が少しなくなってきてるんだよね。これ良くないと思う。そうだよ。良くないと思う。良くないよ。この街に馴染みつつある体が。汚れてることにね、なんかちょっとこう、慣れ始めている自分がちょっと怖いな。聞いて、ラジオネームチタスよ。はい。今日はただでさえ27時間テレビの裏で誰も聞いてねえのに、ゲストが深川ってお前ガチで8人ぐらいしか聞かねえんじゃねえか。今さらどうしようもないんで、うん、一応深川に質問します。うん。今日は番組からお願いされてきたんですか、うん、それともロケットマンのプロポーションで、ゴリ押しで、うん。いやいや、ゴリ押しとかそういうことじゃないからさ、うん、だってゴリ押しして来れる番組じゃないからね、言っても。いや、来れるよ。え？あ、来れるの？来れる。激戦区じゃないの、ここ。来、うん、れるらしいです。ね、ロケットマン？え？ロケットマンなの？いや、たまたま、うん、もうすぐ出るよ。たまたまね。うん。何出んの？うん？いやいや、アルバムとか出るけど。あれ、あれは？うん。あれ、売れたの？何は？アイスランドの本。まだ集計してない。まだ数えてない。集計しないから、うん。自分で数えるわけじゃない。集計する必要ないでしょ。だってそんなさ、ちっちゃい男でいたくないから、ね、やっぱり。いや、でもほら、うん、売れると出版社から連絡来るもんでさ、うん、10万部突破しました、うん、20万部突破しましたよ、うん、つって、うん、それはもうよこさないでって言ってるから。うん、集計はもうしばらくしないでって言ってるから。うん、やっぱそういうのでさ、はい、ほら人生ほらなんていうの、ブレたくないじゃない。うん、ね、まあ、そんなさ、そういうことで。まあまあね、うん。うん、自分のやりたいことを表現するってことが一番大事だからさ。確かに。深川君って表現者ですからね。そうそうそう、うん。そういうことを大事にしたいから。うん。うん、変にこう数字にね。見てたの？何が？27時間テレビは。見てたよ。お笑い好きだもんな。うん、好きだからね。うん。やっぱ、うまいよね。うまいよねってかさ、すごいよね、タモリさんね。うまいよねじゃねえんだよ、タモリ。いやいやいや。いや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 。いや、やっぱり僕、だからタモリチロドレンですから。まあね、そうだよね、うん、どちらかというとタモリチロドレンですから、うんうん、そう。だって深川君ってさ、本当でもいわばさ、ああいう大御所に好かれるのは好かれるよね。好かれるタイプですよ。だから僕タモリさん家行ってカレー作ってもらったりとか、うん、結構何度もねお伺いしてるタイプなんですよ。そうです。ただ新たには伺えなかったっていう、うん、まあだけであって、あと内村さんにももう本当に、はい、息子のように可愛がってもらっててさ、まあ、うん、そうですね、まあ割とそういう、はい、まあそれはちょっと、まあ、まあ画面上にはあまりねこう伝わってないかもしれないけど、実際はすごいですよ、うん、はい、お、じゃ気になれる方なんですね。そう、すごいです。そんなのに27時間テレビのノータッチ、はい、まあそう、裏とも通話あるからね。裏出てるって。 裏もやりまくりですよ。やりまくりなの。もう裏ももう27時間中24時間も被っちゃってるからね、裏で。そう、裏を、うん、ブログとかもあるし。いや、時間ない、別にしても。いやいや、やっぱ今ブログもね、結構ね、あの侮れないから、うん、やっぱ時間で更新しちゃうと。そうそうそう、あ、うん、なるほど。やっぱそこね、やっぱり結構あのデリケートですね。ね、うん、こうやってほらお笑い好きでもあるし、はい、お笑い好きですよね。あれですけど、え、お笑いファンってわけじゃないよ。ね、まだ土俵上いるから。ね、僕まだ土俵上いるよ。いや、そうね。うん、芸能のこともほら、はい、当然詳しいから、はい、深川くんぐらいになると。うん、はい、あの引退はまだしてない。うん、一応あの MX もちゃんと一応あの芸能界ですから。MX やってんの、そうですよ。やってんだよ。そこからも近いですから。
はい、ここら辺もしょっちゅううろうろしてますよ。もう MX の司会といえばもうほら、はい、いつみ太郎さん、いつみさんの息子さん、いつみ太郎さん、そうです、徳光さんの息子さん、そうですよ、で深川君でしょ、はい、そうですね、まあ他にもなんちょろちょろといらっしゃいますけど、はい、やってますよ。 MX やった後みんな仕事なくなっていくよね、はい、どの人いつみさんとか徳光さんとか、いやいやでもそれはその、ね、パネラーの人なのか、それマツコさんだとか、まあ、パネラーはそうだけど、うん、なんか MC の人この話したくないこの話したくないじゃあいいじゃん、あのねやっぱりねやっぱりね心のどこかでね、はい、その意識少しあるからねあの人たちに正規吸われちゃうか気をつけて、いつみさんの3年間でやつれ具合すごいからな本当だよ、うん、15年ぐらいやってたかなっていうねそんな半端なやつれ方ですただこれねあれなんでしょ、はい、東京で放送してないんでしょ、してない、はい、MX の話一切伝わんないじゃんこれ、まあ、そうか、MX と東京のみだから、そうだね5時に夢中、全然噛み合わないよこれ、はい、だからねうん、まあでもまあまあそうやって MC もやってるぐらいですから、うん、芸能界のことも詳しいということで、うん、まあまあ、ね、まあ、ご意見番みたいなところありますから、あ、多少そういうの出てきたよね、なんかね、やっぱり深川さんってやっぱ自分のご意見をすごく持ってらっしゃる方ですから、うん、割とね、うん、だから時折ね問題とかも起こしちゃいますけど、うん、怪しくそこまだあのまだ解決はしてないからうん、だからまだ、ね、そういうご意見番的な人の、うん、宿命でしょそれは、うん、まあね、ですから、まあ、ね、まあそういう深川さんにですね、うん、まあ、ちょっといろいろ意見を聞いてみたい、ね、ということ で、ね、うん、今日はねでもせっかくだから、はい、普段言えないようなことを、はい、普段言えないようなことを全部言っちゃおうかな、はい、おー、ね、そういう意味じゃ、はい、芸能ニュースとかを切ってみたりとか、うん、ちょっとその辺話したいんで、ね、だって27時間でこっちを選んでくれてるわけでしょ、うん、そういう人のリップサービスの一つや二つしないと、あ、こっち聞いてくれてるわけですよ、ね、さすがですね、うん、ですからリスナーの皆さんですね、はい、ちょっと芸能界のご意見番深川さんにご意見、はい、ということでメールお待ちしております、はい、何でも結構でございます、はいはい、じゃあアドレスは www.jfn.co.jp/dreamer です、はい、携帯電話からも送れます、さあということでじゃあ、はい、いろいろとやってまいりますけども、早速、うん、いいですか、この1週間のニュースを有吉さんとゲストの深川亮さんにスッキリさせてもらいましょう、うん、最初のニュースはこれ、上半期1位はハリセンボン近藤春菜、2012年上半期タレント番組出演本数ランキングが発表されました。見事1位に輝いたのは318番組に出演したハリセンボンの近藤春菜さんでした、うん、2位はバナナマンの設楽治さん、うん、3位は加藤浩二さん、うん、平日前に放送される情報番組の司会者を抑えての1位となりました、うん、昨年の年間1位に輝いた我らが有吉弘行さんは今回4位、うん、同期で、2位、去年2位だったビビルの奥さんは6位で、相変わらず上位にランキングされています、うん、そして本日のゲスト、有吉さんとビビる大木さんの同期、深川さんは、まだ集計まだでしょこれもね、いや、みんな同時に集計してるんで深川さんの集計してないってことはないと思うんですけど、うん、ちょっと待ってください、深川さんはね多分入ってないと思いますよ、10位には入ってないけど、はい、まあ 18位が中居正広さんです、そうですね、あと劇団ひとりさんも18位で、じゃああれかな、25ぐらいになっちゃうかな、そうなるとね、はい、今手元に20位までしかないので、うん、ちょっとそう深川さんこれね、はい、やっぱだから大体同期のメンバーですよ、僕大きい、うん、劇団なんていうのは、ねうん、劇団がまあ だから大体18位ですよ、うんうん、まあ大きい6位、うん、僕4位、はい、まあまあ頑張ってますよみんな、うん、いやブラックパイナーさ、はい、これさ、はい、どこの話これ、はい、どこの調査よ、いや一応モニターですよ、ね、ちゃんと正式に嘘とかはないでしょうから、うん、毎年これで大体話題になるんですか、はい、いやいやまあね、あの、はい、有吉くんなんかも昨年1位、うん、ね、うん、いやいやそういうのはさ、はい、別にすごいいいと思うけどさ、はい、その何そのテレそう感極まっちゃった言葉出てこないあのさ、はい、やっぱりこう尺度が古いよね、尺度が何だ、他の集計の仕方がある、いや申し訳ないけどさ、はい、尺度が古い、いや俺そうにどう古いんだって聞いてんだよ、そのスポットライトを当てる場所が、はい、もう Now じゃないよね、いや Now じゃないけどテレビ番組出演本数ランキング、次の記事いけないの
ちょっと待って、そこに関しての意見があるんじゃないかっつって次のニュース行けばねえんだよ話したくないことが多すぎますよちょっと一回ブレイクしようこれStay Night Dreamer Live On Air。さあということで深川さんにねちょっといろいろお話聞いておりますけど、うん、どうですかこの番組。いや今ので言うとさ、はい、いやさっきちょっとね、はい、あのまあちょっと時間のこと気にして、はい、あの先 CM 行った方がいいなと思ったから、うん、ちょっと濁したけどさすがですね。そういうことまで考えてもらってもちろん。いや結局さそのテレビの出演回数っていう尺度だけじゃないわけよ、うん、やっぱり、はい、いやそれも一つの尺度よ、うんはい、だけどそれをそのなんていうのかなその、まあ、時代、うん、時代を映す鏡だと、うん、捉えるのはね、ちょっとやっぱり僕はねちょっと引っかかるところがあるんですよ、うん、どうしろだから今テレビの画面に映るかどうかよりもですよ、うんうん、その三茶に登場する回数とかねその三茶の街に登場する例えばよ三軒茶屋例えばおい例えばがつまなすぎるぞえよし面白い例え出すじゃんわかろうよしちょっとお前例えこのスタジオオブラートなかったっけオブラートなかったっけそうだオブラートないスタジオだった住んでるけどあまりにもひどいからいや例えば三茶に現れる回数いや例えばよその方がその時代を表してるって可能性もあるからね。テレビ番組出演本数ランキングをやってんだから、うんうんうん、ただどっちにしても三千にも現れてないからねどっちにしてもねあそれでもランキングには入ってないんですね、うんうんうん、どうなんだっつってねこれみんな頑張ってるんじゃない、うん、いやいやそれはこれですごいよ、うん、これはこれで、うんうんね、だから上田さんなんかよりも有吉の方がさ、うん、全然出てるわけでしょそうねそうですね要ですからね本数で言うとね、うんうんはい、どうなのだよやっぱこれやっぱ1位とかこういう上位だと嬉しいのいやだからね去年これが出た時にね、うん、1年間のランキング出た時に言ったんだけど、うんはい、1位とかにはならない方がいいなっつってたの、うん、あ下手にねイメージついちゃうから、うん、だから OK2 位だったのよ、うん、やっぱ OK うまいことやるなっていう話をしてたんだよ、うん、でもそれさ、うん、例えばそれコントロールできるいやそうできないのよできないでしょ、うん、できないんだけど、うん、やっぱ1位とかになるほど働いてちゃやっぱおじさんたちはダメだなっつって、うん、あそう恥ずかしいじゃんあそう、うんうん、でもいいんじゃないそういう時期を通過してのうん、うん、いや お前そういう時期通過したみたいないよいよもう通過したよ今選んで2、3回通過したよ2、3回も通過した2、3回通過してこういうデータがほらまだネットのない時代だったからあ、まあ、調査があんまりこう表沙汰にならない時代、まあ確かにうん、ネットとかじゃない時代に2、3回通過したからねネットのない時代に2、3回通過したからねじゃあまあこういうのはちょっと尺度が古いっていうことですね、うん、そうねうんまあ羨ましいっていうのは少しあるけどねうんポロッと出ちゃいましたねそれを聞きたかったんですついに出ましたねあとねメールも来てますよおおそう FM さん島根の情報系、ね、深川さんこんばんはこんばんは8月8日に発売する CD とても楽しみにしてますおおところでその中に入っているトリンドルさんとはセックスしたんですかそうねそうだやっぱりプロデューサーとやっぱりそのフィーチャリングのアーティストってやっぱりそういうのをやっぱその通過しないとダメだからやっぱ音に出ちゃうからいやいやいややっぱある程度そういうのやんないとダメだと思ってシリーではないそれなりに通過してるから、ね、やっぱそういうのやっとかないとそうもないセックスばっかりしやがって音共同作業だからねやっぱりうん本当ね、そこら辺はもちろんです。土壌みたいなセックスやがる。物足りないんじゃない土壌みたいなの全然わかんないよね。あまあそこら辺はもうやっぱり、まあ、あんま言えないけど。曲行く曲。はい、じゃあ曲。ここで行くの。深井を紹介して。はい。はいはい、これはね、そのポリンドルさんじゃないんだけど、なんかあの、うん、バーバラさん、エムフローの、うんはい、にラップしてもらいました。うん、ロケットマンフィーチャリングバーバラで、恋ロマンティック。さあということで今回深川亮さんがねゲストに来てくださっております、はい、曲今拝見あの拝聴しましたけども、はい、すごいですねあそうですかバーバーさんバーバーさんがその散髪屋の人でしょ散髪屋の人がこんないい曲作るんだね俺の耳に今バーバーって聞こえてバーバー床屋さんの床屋さんでしょ聞こえてると思うんですけどバーバーって言ってるもしかしてはい言ってますいやよしくん言ってますよ少し怒るよいやいやいやバーバーさんじゃないでしょちゃんと読んでよあ、うん、バーバラさん
バーバ、カンバラさん。え？ヘキサゴンのプロデューサー、カンバラさん。ヘキサゴンのプロデューサーとやらないでしょ。ねえ。そんなハマんなかったんだからさ。頑張ったけど全然ハマんなかったんだからさ。ねえ。カンバラさん全然ハマんなかったんだよ。知らねえよ、それ。ね、本当に、バーバルさんですよ。バーバルフローですからね、これなかなかできないんですから、はい、お風呂、お風呂、はい、お風呂の、そう、お風呂のバーバル、そう、お風呂の、うん、その元々バンダイさんだったのね。でバンダイでなんかその女男よ、女男よっていうのラップ、ほら、え？切れてね、切れてるね。いいでしょ、うん、やっぱずっとお台場でやってきたからまだ体が温まってるからね。はい、ファイナーさ、はい、あれだよね、俺が、はい、僕が喋ってる時さ。はい、あんま楽しそうな顔しないよね。いや、そうなんですよ。いや、ファンすげえ。俺の教育だよ。え？俺の教育で太田プロの若手は、うん、あの鍋プロの芸人で笑うなっていう教育してるから。やめてくれ。もっとさ、その何、ね、同盟関係でいようよ。ね、ここでいがみ合ってどうしようがないよね。でもなんかすごいね、ラップですかこれ。そうですね、まあバーバルさんのねラップが乗りまして、うん、まあ一応トラックの方はですね僕は作って。トラックを作ってんの？そうですよ。え、はい、あ、知らなかった？ずっとトラック作ってましたよ。日野ダイハツ、ね、日野ダイハツでもなくね、一応そのビクター、こらそのトラックじゃない。最後ビクターの全然違うよ。ちょっと待って、全然違うよさっきと。もう一回プレイバックしてもいいぐらいです。さっきのと検証してください。全く違うアプローチ。着地点がたまたまコラだったけど、はい、全然アプローチが違う。違う、違う、違う、全然違う、はい、これでもさ、これはさ、フューチャリングバーバルっていうことはさ、はい、どう一緒に作ってんの？今回、まあ、バーバルさん、まあ、ある意味憧れの存在ですよ。で、今までスタジオ、バーバルさんたまに、テレビ出るじゃん。で、そういう楽屋で、変なサングラス。変だって言わないでくれる、うん、ね。で、こう、まあ、なんとなく楽屋で、じゃあ今度何かやりましょうとか、で、イベントに出てもらったりとか、そういうのがあって、で、なかなかさ、社交辞令で終わりがちじゃないですか。で、それは嫌だったので、僕はとにかく作って、バーバルさん、これにラップを乗せてくださいと。お、うん、そうなんだ。そう。で、ラップを。作ってくれた。あ、じゃあ基本は福川くんがじゃあ作ってんのね。ええ、そうです。それにバーバルが、バーバルさんね、うん、バーバルが、うん、ラップをしてくれたということで、今ね先行配信で、うん、これ8月8日発アルバムがリリースされるんだけど、はい、その恋ロマンティックってアルバム、うん、その先行配信で今 iTunes とかでダウンロードできるので、うん、ぜひともねダウンロードしてほしいわけですよ、うん。違法ダウンロード。違法じゃないけどね。うん、違法を進めるってどういうやつ？違法ダウンロードし、違法ダウンロード。今結構さ、やめてくださいよ。正式なこと言ってください。正式にやってんのね。今タイミング結構危ないタイミングなんだからさ、やめてよ。正式にやってますよね。正式だよ。ね、違法の勧めしないでしょ。なんでマネージャーついてくる。違法ダウンロードのプロモーションで。マネージャーおかしい。来てます、来てます。ほら、FM 山口バリッチョ。なんだね。俺のトリンドルに手を出しただと？ほら。OK。お前の部屋のクローゼットでヌンチャクを持って待ってます。それが嫌ならな、M フローバーバルのグラサン勝ち割ってこい。質悪くなったね。だからさらになんか価値悪くなったね、なんかね。そんなもんよ。あ、そう。いや、なんかより治安悪くなった感じがしたね。うん。治安悪くなっちゃったね。いや、でもなんかでもこれ正直言うと今の曲とか聞いて、深川くんがやってると思えないよね。やっぱプロの仕事の感じはするよ本当に。まあまあでもね、ロケットマンっていう名前変えてるぐらいですから、やっぱりちょっとお笑いとは別のそのなんていうのかな、そう、不器用だからさ。うん、そうだから、ほらお笑いの人が、まあ、内村さんでも、例えばグラサンかけるだとか、カツラかぶるだとか、そういう意味合いだからね、やっぱり、意味合いよくわかんないけど、たとえよくわかんないにしてもね、たとえわかんないにしてもわかる風にさ、スネイナイトドリーマーライブオンエア。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております有吉弘行のサンデーナイトドリーマー。はい、ブラックパイの SOS の猪太郎と、はい、というわけでゲストはですね、はい、はい、インチキ
ミュージシャン、違法ダウンロードを推奨しております深川亮さん。そうですね、みんなね、やるならね、捕まんないようにね、やめなさい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 、ゲッチやったらダメですか。じゃあ下車しましょうね。さあ、ちょっとね、いろいろと芸能界のご意見番、深川さんにニュースをね、切っていただいております。続いてのニュース参りましょう。はい、続いてはこのニュースです。フジテレビ平井アナ結婚。フジテレビの平井理央アナウンサーが同局のバラエティ番組担当のディレクターと結婚したことを発表しました。平井アナは9月末に退社してフリーで活動していく予定だそうです。そういえば有吉さんと相思相愛だったタレントの熊田曜子さんがかねて交際していた一般男性と4月に結婚していたことが分かりました。現在妊娠6ヶ月です。有吉さんはショックなんですかと。はい、まあそれはちょっとまとめて言っといて、はい、深川さんどうですか、平井さん、ね、結婚ですよ。あのね、一番好きだったかもしれない。あ、そう、一番好きだったってことを改めてちょっと気づいたね、この結婚で。うん、あのね、それはなんていうのかな、その仕事上の、この人ちょっと S ってあるじゃない、で仕事上の絡みでも一番心地よくしてくれる、気持ちよくしてくれる人だったし、普通に会話してても、そのビジュアルとしても非常に僕の中で悪くないなっていうところがあったから、あんま絡んだことなんてねえだろ。いやいや、何嘘っぴやした、あるいは嘘かもしれない。でもさ、17、8年やってるよ、やってるのよ、ね。いや、ないにしてもさ、ないにしてもさ、ない、いや、ある風に、ないんですか。いや、ないよ。え、じゃあ普通に嘘ついてたんですか今。いやでもそれ大体分かるじゃない、多分絡んだらこういう感じだろうなって大体分かるもんなの。17、8年やってると、はい、絡んでもない、なくても大体分かるんだよ。なくても、ひどいな。だそういう残念だよね、結婚っていうのは。まあ残念というか、本当は祝福しなきゃいけないんだけど、僕のその良きパートナーを失ってしまったなっていう。何もしねえだろお前ね。いやでもこれまあなんか、まあまあいいよね。でも変に変に IT 社長とかよりさ、分かる分かる、なんか、あれどこで出会うんだろうね。ね、パーティーがあんだよ、秘密のパーティーがあれば、ね、社長、その社長さんとのそのパーティー、社長たちがいっぱい集まるのかな。そうだよ、そこにだね、そういう連絡が、ね、来ないよね、そういうのね。全然来ないよ、そりゃ、ね、不思議だよね。深川君ってさ、誰、有名人で言うとさ、誰好きなの。よ、結構ね、なんかこう間口が広いというか、あの若い頃って結構さ、なんか高望みしちゃうじゃない、今とかもうほんと長澤まさみさんぐらいで全然大丈夫って。全然つまんないんですけど、オブラートちょうだい。スタッフオブラート、スタッフオブラート、今疲れてるからね。スタッフさん、こういう言葉使わない子だったのよ、ね、こういう言葉を使うとなんだかんだで芸人さん傷つくっていうのは一番下のタイプだから、こういう言葉使わない子なのに使うってことで相当疲れてるから、レッドブル持ってきて、レッドブル有吉くん、レッドブル飲まさないとダメだ。あ、そう、長澤さん好き。まあ好きか、まあそこら辺ね、綾瀬はるかさんとか。そうね、あそこら辺はね、結婚じゃないの、いい加減。いやだからさ、でもできないでしょ。いや、お互いさ、そう、お互いそうだけど、いやでも深谷君ね、家こもって音楽作ってんだったらさ、いいじゃん、もう結婚しても。あのね、孤独と結婚しちゃったんだよ。ここで CM じゃないの、面白い、ここで CM 行かないの。おスタッフ、ここで CM でしょうが。もういつ行くのよ、ここで CM 行かないでさ。あと8分ある、あと8分なんもねえよ、なんもねえよ、あと8分。え、本当に、もう一回声ロマンティック聞こえよ。じゃあ、いや本当、でもそれを面倒くさくなってる。いや、そこまでいかないけど、なんかそのほら、僕その何、アイスランドとか行ったりする、そういうのは好きだから。そうか、奥さんいるとちょっとね、また、それがだから42、3とか45とかでいいかなっていうようなのがある。そうそうそう。でも45になった深川君はもう MX もやめててさ、横浜であれだぜ、お父さんのお母さんの年金で暮らしてんだぜ。そうだね、だからそうなるともう、なんもうホームセンターとかさ、たまにフラットさ行ってさ、でちょっとなんか家具かなんかこう自分で作って、
ほら。いや、ね、全然だってノリツッコミのいろはをね検証してみて、後で登録聞いてみ、本当全然違うから3回やりましたけど全部違う種類、たまたま言葉は俺のところに来たけど、シャンも同じぐらいのですけどね、全然違うから、わりわり、あ、やっぱりちゃんと来てる。FM 三重パンプキンパイパン。うん、おい、ナベプロのお荷物ふかわ。27時間テレビ撤収やってるからさっさと CX 行け。うん。ふんって。いや、別に行くって言うんじゃない、今の。ああ、そういうことねって。こういうこと、ね。うん、うん。ちょっとさ、前も、ちょっとそういうこと言ったかもしれないけど、うん、一応連絡先だけちょっと。ダメだよ、それ。個人情報ですから。見えつつだよね。個人情報ですから、ダメですよ。見に探しに帰ります。一応さ、アドレスだけさ。あともう一個これありますね。うん、山野さんも、あ、イノシタロちゃんも聞いてね。はい。FM 群馬黒羊。うん、おい、深川、ん、イノシシ太郎の貴重な仕事を邪魔するんじゃねえよ。おい、巨人、はい、こいつ、深川は悪い人間だ。食ってしまえ。二度とこのラジオに来られたように、巨人族総出で奴を懲らしめろ。お前は、え、悪い奴なのか、あれなんだ、それだ、なんか深川くせえな、おい、おい、お前、深川か、おい、え、食い殺すぞ、お前。なんだ、お前。習ってないよ。え、習ってない。習ってないじゃないんだよ。全部教えてもらえると思うなよ。いきなり始まんだよ、この野郎。びっくりしても終われないぞ。びっくりして顔一キョロキョロしても全員目そらすよ、そんなの。か、ほら、やばいぞ。食べれるぞ。食べるぞ。吐き出してやれ、巨人、吐き出してやれ。なにこれ、なにこれ、有吉くん、有吉くん、体おかしくなっちゃう。体おかしくなっちゃう。まさかね、え、ラジオ中に食べられるってことだよね。助かった。普通ないですもんね。いや、危なかったよ。聞いてないですもん。食べられちゃうなんてないですから、ね。危なかった。放送事故だよね、これね。ジャンルとしては放送事故だよね。ジャンル、ね、ジャンルですね。ね、あー、びっくりした。あ、危ない危ない。どうする、ニュースっていいんだっけ、ニュース行こう。はい、じゃあ、続いてはこのニュースです。今週の AKB48。8月15日に発売する4枚目のアルバムのタイトルが、1830m に決まったことが発表されました。1830m とは秋葉原から東京ドームまでの距離。8月24、25、26日、2005年の結成からの夢を実現させて東京ドームので初のコンサートを行います。8月27日に AKB48 を卒業する前田敦子さんが福岡マリンメッセでグループとして最後の握手会を行いました。総合プロデューサーの秋元康さんが海外留学制度を設けることを発表しました。インドネシアの JKT48、 上海の SMH48、 台湾の TPE48 など姉妹グループへ希望者を対象に半年から1年ほどの留学を予定しているそうです。うん、今台北もあんの、台北あんの、うん、TPE だって、へえ、上海なんだね。これ深川君同じさ、これアーティストとしてさ、うん、これすごいわけじゃん、セールスが。そうね、 AKB って、うんうんうん、どうなの、やっぱライバル心みたいなのあるの。まあライバル心っていうか、うん、まあ向こうは少しあるみたいね。お前つまんねえな。聞こえなかったか、お前つまんねえな。出口どっちなんですか。終わってないんです。車で来てるけど、はい、タクシーみたいに帰ろうかなって。なんか事故起こしそうな気がするな。今日タクシーでも大丈夫そうな気がするな。お前毎回毎回くだらないこと言いに来るな、本当に。
サルタゲストだよ。いやでもさ、いやなんだかんだ、はい、いやいろんな感情あるけど、うん、いやまあここまで本当に巻き込むのすごいよ、ね、いやすごいよ、うん、本当にこんなになると思わなかったもんね、うんうん、おい太田プロ何人いんの？太田プロ 5,6 人じゃない？ 5,6 人いるよね。うちも何人かいるわけです。いる、うん、ゆきりんとかね。誰推してんの？え、自分的に、うん、誰だろう。カッコつけんなよ。え、カッコつけんなお前、投票してんだろ。ちょっと待って、今のさ数秒間でどこにカッコつけるくだりあった？今のところだ。うんって考えてって本当は思い出してんだろ。だって投票、投票何の白するんですか？投票なんてしてない。学んだふりして。え、本当はいるんですよね、うん、誰言う、誰を知ってんの？言ってくださいよ。板野さんね。いや誰か投票するな、板野さん。意外だって。あ、そう。僕ブレイクする前から、僕板野さんは気にはしてたわね。ブレイクする前からとか言うな、余計だなお前。嘘だろ、最近だろお前。最近全然、最近戦も結成当初からです。そう、うん、やんないの？行ったらこれ、海外留学制度行ったらっていうのは。お母さんが行ったらって言ったら、台北か上海か、はい、え、上海君男子校あんのか？この留学男子校あんの？いや知らないけど、何もお願いしてみたら。あ、でも今ちょっとヒント与えちゃったかもしれないね。何が？このなんとか48って基本女子じゃない。うん、これついにこれ男性バージョン出てくるね。あ、これヒント与えちゃったかもしれないね。いや本当に、はい、こんだけブレイクしてて今誰もこの発想なかったでしょ。いや、あるだろう、うん、え。あるある。あるね。いやでもね、ちょっと今なんか歴史が動いた感じするね。歴史が今動きました。ああ、歴史が動いた。最初に出てくるアイデアが。最初に出てくる。そう。こんなだけだから男でやってる。秋元さんにすり寄らないの？お前全然 CD 売れてねえんだから。ちょっとさ、ファイナーさん。はい。ファイナーじゃない。ちょっと三日さん。ちょっとメイン司会のあのマイク絞ってるんじゃないですか。メインに、うん、メインの音量絞る。ね、それこそバーバルさんとかよりも、うん、秋元さんに頭下げて土下座してさ、口舐めてくれやさ、うん、多少は売れるんじゃないのか。あのね、AKB の曲でも1曲ぐらい。めっちゃあるけどね。あのね、売れる売れないとか、売れるためにどうこうとか、自分を見失ってまで売れたいだなんて、少ししか思わないよ。ねえ、うん、ちょっとやり直していい？さあ、リオシュリックサンデーナイトドリーム、もう1時間経過。もうっていうか、でも今日は長いね、なんかね。いや、ひっくり返すことないでしょ。ね、最初のやつが素直なコメントでしょ。ね、最初のやつが。さあ、お母さん来てくださっておりますけどもね。ね、来ております。うん、ラジオネーム Y ショック。深川、お前とバボちゃんの曲ダウンロードするな。だってバボちゃんのラップ聞いてみたいもん。あといろんな人に聞いてもらいたいから、ハッカー集団アノニマスに頼んで全世界のパソコンで勝手に再生されるようにしてもらうね。バイバイ。何かあったの？この出てない間に。随分なんかね、こう黒みが増したよね。黒みが。FM 特集のメンバボちゃんじゃないからね。深川さん、はい、有吉さんはつまんないとか言いますが、超面白いですよ。あんまり笑わせないでください。お腹が痛くなっちゃいますよ。ゲスナーのみんな、このまま負荷を褒め続けろ。そうすればこいつはこのままノーノーと何の改善もないまま芸能界にいて、あっという間に淘汰されていく。でシュレッダーってどこにあるの？シュレッダーとこどっかあるの？シュレッダーぐらい気にすんのか。うん、だいぶね、よかった、だいぶ安定はするからね。もちろん安定はするから、うん、ということで大人気の負荷。そうね、なんだかんだね、やっぱ気になっちゃうんだろう ね。まあだから CD が8月8日でしたっけ？8月8日のアルバムで、まあちょっと先行配信でいろいろやってるので、ちょっとまあいろいろ iTunes とかね、見てほしいなと思うわけですよ。深川亮で調べればホームページとか出てきたりとかするんですか？出てきますね。ハッピーノートっていう、まあ、ホームページもあるし、まあもろもろやってますんでね。炎上で閉鎖気味じゃないですか？炎上はしてないですよ。大丈夫ですか？うん、大丈夫です。はい、じゃあ見れますね。見れますね、はい。じゃあ深川さんのホームページとか見てくれればですね。はい、あとはもう深川さん、この後はもうお忙しいですか？いや大丈夫ですか？え、何の9時台はい、いやだってこの番組9時台からでしょ。
ねえ、油乗るの。ありがたいですね。ねえ、いや、深谷さん帰ってくれれば油乗るんですけど。いやいやいや、27時間が9時で終わるんだから、その後でしょ、流れで来るのは。そうですね。ねえ。そうですね。はい。じゃあ、深谷さん、この後も多分お付き合いしてくれます。大丈夫ですよね。何これ確認されると不安になるでしょ。なんで確認すんのよ、みんなで。ね、大丈夫ですか。いや、大丈夫ですかって言わないで。どっちなのこれ。ということで、一部の地域の方、この時間でお別れでございます。深谷さんの CD、8月8日発売でございます。はい、また来週も聞いてください。お相手は、有吉弘行と、ブラックパイナー SOS、イノシシ太郎でした。そしてゲスト、深谷さんでした。はい。日、日曜日時刻は夜9時を回りました。改めましてこんばんは、有吉弘行です。アシスタントはブラックパイナー SOS イノシシ太郎です。東京ハンドも JF のスタジオから生放送でお届けしていますサンデーナイトドリーマー、さあ8時台ゲストでした深川亮さんですが、はい、なんとん27時間テレビの打ち上げを断って、はい、残ってくださいました、はい、ありがとうございます。いや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 、いや、 やっぱりね、ちょっと、ま、ちょっと、正直言うと迷いましたよ。うん。うん、やっぱ向こうも大事だから。うん。うん、だけど、やっぱり、こっちの、なんていうの？その、ほら、期待感っていうかさ、うんうん、でもそういうのをさ。出てねえだろ、お前。え？ 23 時間出てねえじゃないか。あ、もう下車されました。早いですね。夢見る時間早いですね。あのちょっと気になったんだけどさ、うん、はい、あの知らない女性って、うん、僕のこと大嫌いな女性ですか。あ、山川ですね、うん、はい、打ち合わせでの深川さんのあまりにも傲慢な態度に腹を立ててる山川そうだよね、山川女子ですね、通りでね、随分ね、うん、目を合わさないなやはりそうでしたか。そうですね、ね、そうですね、深川さんのやっぱ打ち合わせの態度にぶち切れた山川さんでございます。まあ打ち合わせ、まあまあ少し心当たりあるけどねまあそれもね含めて深川さんでございます。そうですね、はい、深川さん夏休みの方は。夏休みね、まあその先ほど言いましたその MX の番組がちょっとまあ生放送なので、うん、お休み取るのがちょっと難しいということなんですけど、うん、でも逆にその休みを取りたいというよりも取るべきじゃないかなという、うん、働いてねえから。え、あれですか、対して話聞いてました聞いてましたよ。いやだからその、うん、ほら生放送ずっと毎日あるから、はい、逆にその、うん、撮ってリフレッシュすることが必要かなっていうこと。はいはいはい、うんうんうん、え、なんかどうしたニュースの間なんかあったの。ええ、うん、撮らないんですね、じゃあね、うん、撮らないんですね。いやだから撮るべきかなっていうことに。撮るんですか、じゃあ。で撮りたいなとは思っていて、うんうん、休めるんですか。いやだからその今それをね、そう交渉してるという、うん、休んだらじゃあまたアイスランドに、うん、まあ行きたいなと思うし他のところをね行きたいなってもあるんだけど。アイスランド何がいいのそれ。いや何がいいってそれいろいろ、え、だって読んだでしょ、あそこにいっぱい書いてあったでしょだってもうほら出版と同時にちょうどたまたまね汐留のスタジオで楽屋隣だったから、はいはい、あの置いてで、はい、その時ツイートなんかもしてくれたのよ。しましたしました、ね、はい、そう、うん、それぐらいだから、うん、ね、あれがだからもう何ヶ月も前だけども。やっぱあれですか、やっぱあれ海がいいってことですね。海が綺麗で海アイスランド、いやあの本読む限りでは、いやあのアイスランドのあれよ、うん、あの風とマシュマロの、うんうん、そう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 、読んだ限りで、うん、あの海がやっぱ綺麗だっていうところが見に行く。今海って言ってる。はい、海そんな出てこない。え、あれだよ、中のごっちゃになってない。アイスランドのやつ飯がうまいのか。いや飯は下りよそんな。いやいやいや僕のやつよ、うんうん、風とマシュマロの、うん、そうそうそう、はい、羊が、はい、うん、いっぱい出てきてっていう、それがマシュマロに見えてっていう。風俗あんだっけ。返してくれね、多少汚れてもいいから取りに行くからさ、返してくれ。綺麗綺麗、全然汚れてねえから、うん、まあそれでもいいけど、うん、ね、好きですね、でも本当に、うん、は
はい、うん、ラジオネームいわり、うん、深澤、今日はあなたが無駄話をしたせいで僕らゲスナーが楽しみにしていたコーナー2個も飛んでしまいました、うんうん、あなたにとってはただのプロモーションかもしれませんが、ネタを送った人にとっては番組で読まれることで生きてる実感がするんです、うん、それぐらい重要なことなんです。本当に時間を使ってネタを考えてるんです、うん、ですから9時台お願いですから自粛していただけると助かります、うん、勝手なお願いすいません。ついにリアルな声来ちゃったね、うん、ついにリアルな声来ちゃったね、うん、はい、ね、で読むならさ、もうちょい後で読んでほしかったねまだ今これからだっていうさ、はい、エンジンかかる時だから、うん、リアルな声届いちゃうと、うんうん、いやだからゲスナーの皆さん、ええ、ね、はい、むしろこういう時こそよ、うん、ね、俺を食ってかかれと、はい、いうことですよ。ゲストが来たからといって、はい、コーナーが潰された、うん、はい、なんだと、はい、有吉くん、これ完璧でないんだっけ。完璧ねーよ、完璧ねーよ、とりあえずちょっとスタートダッシュだけやってみたんだけど、途中のさ、途中のところがわけに協力してるかと思ったら勝手探してたんですよね、うん、誰も助けてくれない、はい、補助輪ないのね、補助輪ないです、そうか、補助輪ないとダメなんだよな、まああのね、9時台あのコーナーもやりますから、うん、やろうやろうよ、やりますから大丈夫、いつも通りやって、はいはい、いつも通りやります、はい、あとは夏フェスとか出ないですか。夏フェスはね、まあ、ちょいちょいあるんですけど、うん、あの29日に音玉っていうね、逗子の、うん、海のところでやったりとか、あとね、あのロケットマンサマーフェスっていうやつ、おうおう、知ってるでしょ、山田君なんか、今太郎君なんか、はい、サマーフェス、ロケットマンサマーフェラーロケットマンサマーフェラって何収録風俗で働いてるんですか。え、風俗で働いてるんですか。そうそうそう、昔はさ結構ゴム付き大丈夫だったんだけど、今も結構もうそうじゃなかったね。バカ変わった、変わった、変わった、全然違うね、フェスですよ、フェス、音楽フェス行く、8月19日にね、恵比寿のリキッドルームでやるから、なるほど、うん、あのそれはねちょっとねぜひ来てほしいんですよ。おー、いいですね、はい、ちょっと行ってみようかな、来てくださいね、うん、絶対来ないかもしれない絶対来ないかもしれない、分かります、ね、うん、分かりますさあ、ということで今夜メールテーマ1を募集しております、はい、あなたの本棚と、うん、芸能界のご意見番深川亮さんにご意見という、まあまあ気にしなくていいですよ、いつも通りやろ、うん、はい、お待ちしてます、はい、うん、はい、メールは有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ホームページアドレスは www.jfn.co.jp/dreamer www.jfn.co.jp/dreamer です。はい、お願いいたします。ブレイクいたしましょう。サンデーナイトドリーマーライブオンエア。さあ、そういうわけでちょっとねメール来てますんで読みましょうか。本棚のねメールね、ラジオネーム浅見水川。僕の本棚を今見てみると、左からエロ本1984エロ本です。クソ小説をエロ本でサンドイッチしてます。そうですね、これね1984、うん、エロ本もさ、ちょっと最近さ、一言言いたいのがあるんだけど、ちょっと悲しい、勝手にあの話広げんのやめてもらえる勝手に話広げんの広げてほしいってことでなんか発注来ると思うんだけど、答えてなかった広げないでっていう発注だったないね、エロ本。いやいや、エロ本さ、うん、例えばそのコンビニとかあるけど、その DVD つけないでほしいなっていうのがあるのね。あー、わかる、ちょっとわかるでしょ、うん、あれさ、いやなんかさ、その もちろんそのムービーも好きなんだけど、うん、やっぱりなんかエロ本に戻りたいなって時あるじゃない。わかるわかる。でそういう時にエロ本買いに意気込むんだけど、ね、実際 DVD 見ちゃってるの最終的に、うん、あれついてるから、うん、であれなんか4時間たっぷりのさ、ある総集編みたいな、あんなのついてんじゃん、はい、ね、それ嫌。いやだからあそこでその自分の弱さも認識しちゃうし、うんうん、結局こっち行っちゃったよってさ、それわかる、あるでしょ、うん、で本読みづらいしね、あれ硬い、そうそうそう、読みづらいし、うん、あれはどう。でもあの使用済みパンティー付きのエロ本とかあるの最近そこまでね、まだ行ってないんだけど、うん、そんなのあんの。ある。誰の使用済みそれはあれなんかそのもう女優さんに履かせたりとか。だからさ、その今大体全体的に言えるのは、うん、エロが簡単に手に入りすぎだよね。確かにそうね、うん、そこだよ。いや、お前もでも簡単にエロを手に入れようとするじゃないですか。え、どこで。オナニ
オナニーヘルス行ったりとかさ。そうね、オナニーヘルスってこの見てもらうっていうのなんだけど、オプションでいろいろつけられるのよ。東野さんとオナニーヘルスばっかり行ってで我慢できなくなっていろいろ足した結果、うん、ヘルスと変わらなくなっちゃった。そのヘルス。オナニーを見てもらうっていう。醍醐味を失っちゃったっていうね。オプションで見てもらうっていう。まあ厳密なところ出川さんの話だけどね。出川さんか。出川さん。うん、一緒に行ったけどね。取り突っ込みじゃないですね、これ。え本当にそうなんですか、本当にそう、本当にそう。うん。僕はオプション我慢した。ちゃんと醍醐味をね、味わった。オプションの話は。はい、FM 福井、ウフィ童貞と。僕の本ならポパイが3冊しかないです。大学生になって以来、おしゃれの服に興味が湧くようになったので、ポパイを買い始めました。ポパイまだあんのね。ありますよ。あ、そうなんだ。はい。ホットドッグプラスホットドッグがないんじゃないですか。ないのか。あ、ホットドッグはないの、はい、多分なくなっちゃう。あ、ないよね。ポパイあんの、ポパイあります、ね。おしゃれ、おしゃれですよ。あ、そう。はい。今一番本棚にあっておしゃれな雑誌って何なんだろうね。いろんな細分化されてだってポパイなんてむしろちょっとこいつ頑張ってんなって感じがあって女子に見せてもいい本棚そうね何ファッション誌はスマートとかいやだからそこが逆に痛いじゃない、はい、いやもちろん素晴らしい雑誌ですよただ女子に見られて大丈夫かっつうと、うん、あれこの人頑張ってんのみたいなのあるじゃないそういう意味じゃやっぱ風とマシュマロの国だよねまず挙げられるのね変なお前殺すぞ殺すぞお前ちょ殺すんだけどちょっとそうね。このスマホだと。じゃあやめましょう。FM さん、ムスカの弟、はい。僕は野球をしていたので、本棚にはバッティングバイブル、週刊ベースボールが並んでいて、その間にしれっと熊田曜子、リアディゾン、インディの写真集、青い空の AV が並んでます。いかにも高校生って感じですね。最近さ、ドアノブ女子みたいなの知ってる？何ドアノブ女子って。知らないで。知らない。ドアノブを、うん、なんてなんかねドアノブを舐めたりとか、うん、ドアノブとセットの女性が写ってるだけの写真、うん、写真集、はい、とかあの自転車女子みたいな、うん、パンチラでは決してないの、うん、ただこうちょっとミニスカートで自転車を漕いでる時のその男子目線のもどかしい感じ、うん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 、あのもどかしさを味わうための写真集とか、うん、今そういうねなんかエロが細分化してる細分化だね、うん、どんなんがいいのじゃあ僕はね、割とその、なんていうのかな。うん、ドアノブなんか割と興奮してる。ドアノブはダメだよ。えドアノブはダメだよ。お前なりの提案ないのかっつってあとね、他、パイスラッシュってやつもあって、うん、その、ショルダーバッグをこう斜めにかけることによって、うん、その胸の谷間がこう強調されるみたいな、うん、そういう写真集も今出てるんだよ。じゃなくて、お前は何がいいんだドアノブなんか好きだったよ。ドアノブいや、でもそういう、だから本当にどんどん、うん、あの、まあ、さっきはね、ちょっと批判的な目線だったけど、うん、その分、エロに関して、エロ産業に関しては、世界一じゃないですか。いや絶対そうですよ。ね、うん、そうですよ。間違いないですよ。今までいろんなとこ行ってきたけど、うん、こんなにそのなんていうのクオリティの高いエロビデオやエロ本の国なかったでしょ。ちょっと一枚読んですか。来年も言わない。聞こえてないのかな。深川さん、今日はあなたが無駄話をしたせいで僕らゲスナーが楽しみにしていたコーナーが2個も。あれですか？え？もうそれさっきいただいた。いや、これ頭に置いてんのかっていう。うん。うん、置いてはいる。エロ細分化の話長いけど。ね、エロ細分化の話長いんじゃねえかっって。あ、長いんだ。あ、尺の問題コーナー行くよ、コーナー。コーナー、コーナー、コーナー。はい。ありっていいとものコーナーです。はい、有吉弘行さんが笑っていいとものテロンショッキングで出た時の順番が原口あきまさ有吉弘行夏川淳だったということでこの順番以上に面白い組み合わせを考えてもらっています。今日よく噛むな。お前まさか深川にお前緊張してんじゃねえだろうな。あ、結局してないんですよ。結局え横ですげえ噛まれるから映っちゃうんですよ。やめてもらいますよ。あ、ごめんね。こっち噛まれてやつ。ごめんね。上映るからね。はい、うん、気をつけて。ラジオネーム納豆パフェ、田中邦衛、田村正和、うん、一国堂、独特な話術を使う人たち、うん、ラジオネームチュリスケ、芦田愛菜、うん、鈴木福、うん、デンデン、うん、どういうくくりか分かります？え？ずいぶん飛躍したね、うん、なんかあんの？3人とも子役。いやいや3人で違うよ。3人違いますよね。え？デンデンさんだ。うん、ラジオネーム、うん、ハマトラ、広瀬香美、うん、上村かな、うん、白龍、あら今回のくくりあるのこれ、うん、広瀬香美、ロマンスの神様、うん、トイレの神様、うん、サウナの神様、あうまいのうまいの、うん、サウナの神様の白龍さん、白龍さん下北のサウナにいつもいるから。あ、そうなの。そう、
そんなはずないだろって言ってみたら本当にいるから。まさか。ラジオのゴルゴ30は元巨人河合選手、一国道、うん、ドン小西。わかる？バントでランナーを送れる、声が送れる、うん、時代に送れる。大丈夫3人目。大丈夫。ラジオネームゴルゴサティは、瀬戸内寂聴、武藤圭司、松山千春、うん、フラット3。ラジオネームゴルゴサティは、松島七菜子、うん、三田佳子、うん、武藤圭司。え？松島奈々子、三田さん、うん、三田佳子。分かんないけど、なんか嫌な予感だけはしてんだよね。そう？違う？うん、松島奈々子、三田さん、うん、三田佳子、うん、三田さん、うん、武藤圭司、武田さん。少しずれてもいいの？許容範囲なのね。ラジオネームゴルゴさんは、大鶴義丹、石原良純、三品ひとみ。大鶴義丹、石原良純、三品ひとみ。成り下がり。もうこのゴルゴ31、もう自宅で一人でやれんじゃん。ねえ、人をチクチク傷つけながら、これ電波使って。部屋でやりなさいよ。部屋でやらせないよ。FM 三重、立谷。西城秀樹、うん、市川海老蔵、うん、阿部龍優。お？なんだ。ヤングマン。西城秀樹さん、感激。うん、市川海老蔵さん、眼力。うん、阿部龍優、万引き。いやいやいや。これ、主者選択誰してんの？ねえ、フィルターどこにあるの？ねえ、そうですよね。古いかけないとダメよ。放送ってのは。ねえ、普通スタッフさんがね。古いかけないとダメよ。送られてきたらそう思うんだ。知らない？まんま言っちゃうから。万引き事件のこと知らない？え？ビルの万引き事件知った上で言ってんだ。そういうことじゃないの。知った上で言ってんだ。よかった、止めてくれる人いたよ。ラジオネームゴルゴサティは、金田正一、堀内孝を、森末慎二。これ簡単。金田正一、堀内孝夫、森末慎二、うん、金田正一、金屋、うん、堀内孝夫、米屋、おうおう、森末慎二、暮らし屋。もうさ、メール録と高低差というかさ、そうですね、なんかやっちこち持ってかれるからさ、ねえ、うん、千本ノック受けてる感じで。ラジオネーム納豆パフェ、これ多分分かる、深くん。北斗晶、うん、鶴野武、うん、辻のぞみ。おー、なんとなくわかるけど、うん、え、なんだ、愛妻、愛妻、鬼嫁、うん、え、北斗晶、鶴野武、辻のぞみ、辻ちゃん。え、わかんない、なんとなくなんかいいイメージあるよね、みんなね、うんうん、正解は子供を使って金儲けをするクズ。だってこのくだり僕の名前呼んでたのよ。なんで僕を絡ませたらいいか誘わないでこの世界にさ。ラジオネーム東西南北、エグザイルアキラ、ハンコ注射、タイガーウッズ。ハンコ注射ってな、ハンコ注射、腕にハンコ注射したでしょ、ハンコ注射だよ、アキラ君からね、アキラ GTO、 ハンコ注射 BCG、 タイガーウッズセックス。アルファベットサムネ、サムネ、ニチャンとかの格好ではまだまだね、普通としてはいいよね。確かに無法地帯にしてもさ、同じ無法地帯にしてもニチャンの方がまだいいんじゃないかな。ラジオネーム妻がエビになれたなら、田中邦衛、国中涼子、山田邦子。でもこれはもうね、言わずもがな、何国でつながってるよね、国つながり、うん、ただまあそんなシンプルなわけなんだよね。違う、国国にうるせえ。これでもう何がどこだろうな、問題が発生してんのはどこだろうな、
この番組その何あのあーメールアドレス言わない方がいいじゃないもう受け付けた瞬間の始まってるよね多分もう募集の段階でもう悪は起きてる、うん、ラストねラジオネーム空飛ぶ光、はい、加藤ミリア、うん、ベニ、うん、テンチム、うん、加藤ミリアさん、ベニさん、うん、テンチムさん、うん、へえ。あでもみんな、うん、なんだ若い子に人気の感じ。あ、いい、さすが。お、さすが深川さん。正解です。ほぼ女子高生からのカリスマ的な人気という嘘の仮面をかぶった経験を持つブス。さあ、以上ありしきる。さあ東京半蔵門 JF のスタジオから生放送でお届けしております有吉サンデーナイトドリーマーゲスト深川亮さんでございます。はい、お願いいたします。はい、さあ本日のメールテーマはあなたの本棚ということなんですけれども、うん、深川さんこれちょっとさっきね調べた人がいるみたいで聞いてください、うんうん、FM 群馬黒羊、うん、深川さんの話がつまらないので、うん、Amazon で有吉さんと深川さんの本について調べました、うん、有吉弘行毒舌役哲学者の言葉19,400位、うんうん、深川亮風とマシュマロの国、うん、109,965位これがサイヤ人と虫の力の差です。身の程を決めてください。まず感じるのは本ってたくさんあるんだね。本ってね、分かりました。本ってたくさんあるんだね。うん、いっぱいあんだ本って。ね、これ三河さんの耳に入らない方が良かったのかもしれないですけど、ね、まあ別にね、やっぱりほら、うん、結構前だから、うん、あの発売したの、はい、ね、もう結構4、5年経ったな。結構昔もんだからさ、はい、まあ旬は過ぎちゃったかもしれないけど、うんうん、やっぱ集計してる、逆にだから旬のないものだね。やっぱりいつでも無縁的な時点みたいなもん、ね、そうそう、時点ではないけど、はい、FM 群馬黒羊、うん、深川さん、はい、この番組では調子をこいた発言をしてゲスナーに喧嘩を売ると漏れなく、うん、ツイッター上で、うん、深川亮引退という一斉ツイートが行われます。本日はいかがなさいますか、うん、過去の被害者デンジャラス安田さんです。、うん、なんか無風よりはそういうのありかなって思うなんか無風よりは何か風を起こしたいなっていう強い人だな、あるよね、強い人だな。 FM 2位に深川さん質問です、はい、最近ベランダで育てているゴーヤの成長が悪く、なかなか実葉が大きくなりません、うん、これから夏に向けたくさんゴーヤを収穫するためにはどうしたらいいでしょう。あのね、ゴーヤっていうのはね、結局太陽の光だから、やっぱそこが重要なんだけど、水も結構もうこれでもかこれでもか、俺じゃねえだろそれ。相手え、俺ゴーヤにまつわること一切発してないよ今まで。ねえ、うん、ゴーヤキャラ一つも背負ってないレジオネームとびっこ深は、今駐車場に止めてあるお前の黄色い車ちょっといじってブレーキの調子悪くなってるから気をつけろ。少しってのが一番嫌だよ。大胆であってほしい。そうですよね、分かりやすく。少しっても一番気持ち悪いよ。本当に本当ね。どんなことですか。さあ曲行く前にちょっと、まあ、深川さんにちょっとね、せっかくですから、あ、そう、ロケットマンのお話もちょっと聞いておきましょうか。あ、まあね、やっぱり結局 ね、さっき8時台まだ聞いてない人いるからね。そうですね、ここで改めてね、さっきそのバーバルさんとコラボとかしてましたけど、うん、他はなんかしてるんですか、誰か。今回ね、川島愛さんとか、あとメイジェイさんっていうね、うん、R&B シンガーとか、そういう人たちともやってまして、で僕が歌ってるやつなんかもあるんですけどね。知らないな。いや、大物、うん、大物とコラボしてます。いやいや、言ったのは皆さん大物ですよ、うん、え、誰ですか。バーバルさんは知ってる俺、うん、あと、はい、あとほら、トリンドルさんとかね。トリンドル、うん、あ、トリンドルね、うん、はい、トリンドルは分から、うん、はい、でメイジェイさんってのはやっぱ本当歌姫ですか。メイジェイさんってね、メイジアさん、そう、メイジアっていうさ高級スーパー、そう、高級スーパー、うん、やっぱ牛乳一つ買ってもそれやっぱ違うんだよね。4,50円やっぱ高いの。うん、でもやっぱそれとコーヒーをさ合わせるとさ、バカ。え、だからメイジアさんで流れてんのじゃあ。メイジェイね。メイジェイ。あ、メイジェイさん。うん、あ、メイジェイさんね、うん。はいはいはい。じゃあ、これね、意外と曲。
俺ね、同じくアルバムにも入るんですが、今またiTunes とかで先行配信しています、うん、はい、まあ、これはね、まあ、僕が歌ってるんですけど、うん、まあ、いろんなメッセージが含まれているので、ね、うん、それをちょっと汲み取ってほしいなと思います。ロケットマンでうんこちんこ、おい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 、ノイローゼだ、それえ、イッツタイム、イッツタイム。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.co.jp/dreamer. さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とブラックパイナー SOS 猪瀬太郎がお届けしているサンデーナイトドリーマー。何だ名前猪瀬太郎って。さっきから。もう最近もう当たり前になってきたんで、ここ1時間半ぐらい誰も触れてこないんで、もう今更言ってもね、わーわー言ってもしょうがないかなと思って。うん、はい、猪瀬太郎がお届けしています。はい。携帯大喜利への道。はい。はい、ラジオのペケミに、おい、鍋プロの出したゴミ、ぬるい音楽かけたらとっとと失せろ。ということでね、さあ、じゃあ携帯大喜利の、はい、じゃあ行きましょうか、うん、NHK の携帯大喜利で一度も採用されたことがないデンジェラス安田さんのためにリンボイスやるの横でジラジラ入ってる、拾っちゃったの、はい、拾わないでいいの拾うからね、本当にコーチとなって大喜利トレーニング、現在は一本グランプリに参加しているだけの有吉さんをトレーニングしています。本日は深川亮さんも来てくれているので、うん、有吉さんと深川さんの2人をトレーニングしていきましょう。じゃあ順番に答えていきましょう、うん、はい、深川君なんてお前ミスターシュールだぞお前、バカリズムって今言ってるけど、うん、まあ、はい、バカリズムの師匠みたいなもんだぞ深川、うん、一緒に本も作ったしね。そうだよ、ね、じゃあ今日期待できますね。ミスターシュール出しちゃおうか、そう、はい、ミスターシュールの力、うん、思い知れバカ野郎、うん、すいません。じゃあまず深川さんからいきましょうか、うん、ラジオネームファンタスティック原田、うん、お題結構全部深川さんにして、うん、はい、お題、うん、ジャンボ尾崎が、うん、すげえ気持ちいいよと言っています、うん、一体何をしてる。こんにゃくを頬ずりしてるね、まずね。まずねじゃないんだよ。はぎれが悪いだろ。ダメ、はい、正解は、うん、答え、後ろ髪を天下に入れている。これですね、答えは。うん、はい、次。危険だな。続きまして、ラジオネーム、うん、ワーギナーマイク。まずね、なしよか。うん。うん、お題、内館牧子がずる休み。さて、何をしていた。まず測量だね。まず、ずるいの、そのテクニック。測量ね、測量。測量ね。うん。答え、モンゴルでサッカー。あんだけ文句言ってたのに。ラジオネーム、超獣ギガジャクソン、うん。お題、ミオンさんが好感度1位に選ばれるためにはどうすればいい。どうすどうすればいいんだよ。答え、ドンフライとスタンディングで殴り合う。さっぱりするね。はい、ラジオネーム超獣ギガジャクソン、うん、お題、鬼に金棒のようなことわざを教えてください。あの鬼にピーナッツ。正解は答え、橋田須賀子先生にウェディングドレス。なるほど。ああ、それか。ひどすぎない。逆だから豆苦手なんだよ。ラジオネーム、ダイエットは明日から。お題、着替え中、急に楽屋のドアを開けられた南こうせつが一言。さて、何と言った。ようこそだよね。実際ようこそだったよね。答え、うん、キャッ。着替え中ですか。似てる。続きまして、ラジオネーム超獣ギガジャクソン、うん、お題、好きなおにぎりの具ランキング、うん、第2位は鮭ですが、うん、第1位は何。
不安。シュールでしょ？シュールですね。不安を握りました。はい。答え、マユユの靴下。1位ですか？1位。ね、1個いい、はい、当たんねえよ。当たるわけねえだろ。当たんなくていいのよ。当たんなくていいのよ。まあまあ、まずね。ヒカ君が面白いこと言えば、そうだよね。絶対合うんだ。そうだよね。続きまして、ラジオネーム、うん、レペゼン秩父、うん。お題、都内某所で大爆発が起きた。うん、巨大な炎の中から人影が、うん、それは誰、うん、はい、聞こえてました？都内某所で大爆発、うん、巨大な炎の中から人影が、うん、それは誰、ベロチェの店長。答え、子供を抱えた白龍。優しいね、うん、かっこいい、はい、あのね、一個いい、はい、シンキングタイムがね、全然集中できないの。あの音が、あの音がさ、全然集中、 DJ だからさ、つなぎ、曲つなぎたくなっちゃうから。うるさい、やりなさいよ早く。ラジオネーム、うん、納豆パフェ。お題、七三分けが日本一多い市町村はどこですか？何が多いじゃん。市町村、うん、はい、分けた町。三重県分けた町。違います。答え、佐藤光一。光一の一が、あの、市って意味です。おぉ、センスいいね。センスいいね。センスいいね。何を言ったっけね。寿司がいいね。行きなさい。FM 福井、ラジオネーム、ブヒー童貞トン。お題、アカペラのグループに共通することを教えてください。必ず一人、地味なやつがいる。おえ、答え、メンバーの一人に必ず、うん、巨根顔がいる。いるいる。巨根顔いるわ。うん、イメージできる人いるね。ラジオネーム、レペゼン秩父、うん。お題、深夜の公演でありがちなことを教えてください。え、もう青缶しかもう浮かばないな。おい、下ネタ禁止だぞ。答え、この方にお化けかと思ったら山下達郎だった。ありがちなこと。はい、ラジオネーム、うん、ダイエットは明日から、うん、お題、深川亮がまた、うん、海外で髪を切りました、うん、さてどんな髪型、うん、髪切りました。どんな髪型？お下げ。答え、誰も興味がない。これ今のちょうだい。ずっと我慢してる。もう今の、もし一通もらうなら今の一通もらう。あ、また、ラジオネームダイエットは明日から。お題、深川亮がつまんないと言われるゆえんは。このすぐこう、即答できないとこだろうね。答え、うん、つまらないから。おい、おい、まず国語の問題もあるぞ。まず国語的な質問したいぞ。なあ。なぜつまらないかっていうのと答えはつまらないから。国語的な問題も出るぞ。すぐ即答できないからじゃないよ、深井君。すぐ即答できないからじゃないよ。違ったんですね。つまんないから。ラジオネーム、だまし屋スケシン。お題、ウィーン、ガタ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 、一体何の音？え？僕がメールをシュレッダーにかけてるところだね。答え、掃除機に照英が詰まった音。ああ、すみね、あ、一回戻ったのね。ね、一回戻ったのね。そんな深いじり来ねえよ。終わり。はい。はい。さあ、深川亮先生をお迎えしておりますけども、いろいろちょっと曲の感想なんかもみんな、あ、やっぱ来てるんだね。来ております。はい。ああ、ありがとう。FM 山口。
ラジオネームパワードハワード。ロケットマンのうんこちんこちゃんと聞きましたよ。冒頭の歌詞にあった誰かのためになんて陰謀で全ては一物なんて素敵なマラという歌詞に感動して泣いてしまいました。もう一回聞きたいです。もちろん買います。レンタル落ちするのが早そうなので楽しみです。あ、今新幹線でもう終わってる。山口に行こうとすんだ。山口はね、そういうのね、新幹線終わってるかどうかだしね。あっちゃないか。ラジオネーム三平。おい、深川。お前、スネオヘアさんパクってんじゃねえぞ。スネオヘア聞いたことねえけど、多分こんな感じなんだろ。うん、いろんな方に今迷惑かけてる。本当に。聞いたことないけど、スネオヘア。ねえ、FM 群馬黒羊。おい、深川、俺は重大なことに気づいたぞ。お前、音痴だ。誰誰あのもうスレッダーとかいいからちょっともうあのライターちょうだい。ライターこれ燃やしたって何にもやんないから。はい、まあでも好評ですね。そうね、まあね、総じてやっぱ好評ってことになるからね。そう、はい、さあ、まあということで、ゲストが来ますといつも行っております差しやりでございます。ゲストと2人差しでちょっとだけ真面目な話をする時間が来ております。さあ、深川さん、うん、プライベート充実してます？プライベート、なんかそこの境界線があんまないからね。曲作ってるのと、だからなんだろう、その仕事と、うん、そうじゃないもののなんか、そういう区別があんまなくなってきてるかな。バカなんじゃない？え？なんでよ。つくでしょうよ。あ、本当？誰かと飲み行ったりしないの？あ、だそういうのがあんまないよね。どうしてんの？ストレス。すごいでしょ、ストレス。でもそういうなんかその溜め込んでるものをなんていうか、そういう創作の方に当ててるから音とか。それさ、本気で言ってんの？いや、だってこれ差しやりちょっと真面目にトークでしょ。そう、本当にそのストレスとか、やなんかやるせないものを作品に向けてんの？いや、そうですよ。サグラダファミリアってあるでしょ。あれ作ったガウディ、実はガウディは生涯女性と関係持ったことないらしいんですよ。その満たされない気持ちが、きっとああいうね、造形になってるわけですよ。だそういうことだよね。いや、ガウディは、ガウディとまた深く違うでしょ。深く、いや、もう深ディだから。深ディ、深田サビサミリアだから。ファミリア。深田ファミリア。何でもいいんだけど。フカディだね。アントニオ・フカディは、じゃあそういうこともないわけ？最近、その女性関連の多少。女性関連に関しては、ね、僕割とその、なんていうのかな、割とお金をお支払いしてっていうケースがあるから。まあ、そう、そこ一緒なんだな、俺と。フカディもアリディも。アリディも。そうだから。そう、だから、そこら辺はなんかどうにかなってるかな。あれ、なんか結婚して、ちょっと子供作ったり、家庭持ったりって気はないの？それも、もちろん、なくはないんだけど、あんまりね、なんか今すぐ、その欲しいとかそういう感じでもないの。だからその、サザエさんは、長谷川町子さん結局ずっと独身だった。っていうのが多分全てだと思うのね。だからまあ、深川町子も深川町子でいいの。やっぱり僕の深井さんを作りたいわけよ。深井さんを。深井さん。お前、いかにしろよ、本当に。いや、でも本当だから、ね、伝え方は本当ひどいですよ。伝え方はひどいですけど、言おうとしてることは本当だからね。本当。そうそうそう。そうなんだね。まあ、でもそう、まあ、深川君、まあ、変わり者だからな、単純に。いやいや、変わり者ってこともないじゃん。変わり者だよ、深川君。だって、誰とも遊ばないじゃん。俺よりも遊ばないもん、人と。あ、何？遊ばないの？俺もほぼ遊ばない。まあ後輩とちょっと酒飲みに行くぐらいで。まあだって付き合いないから。だからそれがなんかね、ほんとだからうまくできないというか、いろいろほら気にしちゃうから、で後輩とか誘うと、
なんか先輩からの誘いだと結構ね、嫌、うん、っていう人もいるじゃない。そうね。そういうこと考えちゃうとなんかね、こう気持ちが止まっちゃうんだよね。まあなあ。いや、わかんなくもないんだけどね、深く言ってることは。そうでしょ、うん。前も聞いたかもしんないけど、うん、じゃあ、やってるでしょ、ロケットマンで、うん、そのクラブとかで、活動を。うんうん、なんかあの、クソ投げられたりしないの、なんか深川だからっつって。いや、でも昔はもうよくあったよ。今はもうないの。今はあんまないけど、ほんと前はもうお酒とかライターとか全然飛んできたよ。深川だからっていう。うん、もう全然どっから飛んでくるかわかんないじゃん。うんうんうん、だけど、やっぱそういうことは多かったよ。そこでよく続けられたね。だからその、やっぱり言葉では伝えられないところがあるんだよね。伝えるや。伝え、どうや。初登場だね。ロヤは。今日。いやいや。ねえ。いや、ねえじゃなくて。すごくやっぱり。いや、深川くんなんでそんな、だって深川くんなんて、あんなところに出入りするようなタイプじゃなかったから、そもクラブってこと、うん、あ、もともと確かにクラブに遊びに行くタイプじゃないけど、うんうん、やっぱりね、その DJ っていうと、うん、まあいろんなイメージあるかもしれないけど、うんうん、僕のやっぱ曲作るのが一番好きなんですよ、うん、結局、うんうん、でもちろんお笑いも好きで、うん、やっぱり両方なんかね好きなんですよ、うん、でもともとチャップリンだから、もともとチャップリンのその、ね、世界へのメッセージ、そういう、まあ、戦争に対するね思いだとか、そういうのを見てこう目指してるから、やっぱりその音楽っての大事なんだよね。チャップリンもやっぱスマイルって曲作ってるし、うんうん、やっぱり音楽って、あ、そうなの、うん、そうそうそう、チャップリンは、うん、でチャップリンと僕はやっぱりベートーベンにも影響されてるから、うん、でチャップリンとベートーベンを足して2で割ったような人間になりたいなっていうの、うん、まあでもそれはでもチャップリンでしょ、フカップリンは関係ないでしょ。フカップリンではないわけだから、うん、まあ、フカップリン的にもね、やっぱりね、なんていうのかな、ああいうふうにこうサイレント映画を作りたいってわけじゃないけども、今の時代のフカップリンがあるわけよ。今のその時代のフカップリンがね、うん、フカップリンってなんだよ。知らねえよ、お前が大体そういう寒類芸だな、フカップリン。お前がフカップリンさんとか言って寒類芸人だよね、フカップリンって。本当にまあね、まあ名前こそいいですけど、うん、まあでもそうですね、うん、今じゃあそう、あんまロケットマンであんまそういうことされたりしないんだよ、フカだっつっていじられたりとか。比較的ね、昔に比べれば何だかの十何年です。しかも、うん、今芸人さんとかで DJ やってるって珍しくないでしょ。確かに。でしょ、だからそういうのもあるから、割と、うん、ライターが飛んでくる頻度はだいぶ減ったかな。やっぱあれな、今のやっぱクラブカルチャーってやっぱみんなタイマス言いながら、深くもタイマス言いながらやったりしてんの？僕をねじ込んだよね。ねやっぱりで始められるとやっぱねじ込んじゃダメなんだけど、うん。僕いつもやってないから、でもやっぱそういうイメージはあるよ、どうしよう。まだね、行かない人にとっては。うん。あるだろうし、全くないとは僕も言い切れないですけど、うん、だいぶやっぱりイメージ、変わりました、ね。変わってる？うん、全然クリーンだし、昼間のイベントも全然あるし。入れ墨だらけの人が暴れてるんでしょ、だいたい。どこのクラブのイメージかな。いや、だいたいそんなイメージ。全然そんなことない。ほんと？確かにそういう、その、なんかナンパ目当てのクラブもあるかもしれないけど、うん、今メインは、うん、8割方、もう非常になんか純粋に音楽のライブに行こうというような感覚の人多い。へぇ、うん。そうですか。そうそう。まあ。好きにやってください。あ、結果それブレイクします。あれ、さあ有吉ゆきサンデーナイトドリーム、そろそろお別れの時間でございますけど、これ深川さんのアルバムの1曲目を、そうなんですよ、ありがとうございます、流しながらお別れという、はい、タイトルは何ていうんですか。これフォーエバードビュッシーっていうね、ドビュッシー生誕150周年でしょ、うん、今年ね、今うんって言ってまさかのうんが投げたけど、うん、まあそういう好きな作曲家なので、うん、ちょっとまあそういうマッシュアップした感じになる。え、マッシュアップ、マッシュ、まあその甘色の髪の乙女っていう曲を、うん、このフレーズをまあ引用したというか。なるほど、はい、うん、なるほど、いろいろ来ております。はい、ふむさんケロケロ、深川さん2時間面白かったです、ほらお礼の意味含めて深川さんの家に忍び込んでホームアローン状態にしておきました、楽しんでください。マッチだけマッチメールを燃やそうとするんじゃないよ。あとラジオの F 声浮上、
深川さん今日お疲れ様です。はい、お疲れ様。いろいろ言われて大変でしたね。まあ分かってると思いますが、これはリスナーなりの愛情表現なんですよ、うん、ちょっと恥ずかしいんですけど、たまに来てくれる深川さんが嬉しかったりするんです、うん、これからもたまに遊びに来てくださいね。そして僕らリスナーの相手をしてやってください、うん、今日は本当にありがとう、うん、ではまた、うん、PS アイスランドを一度行ってみたいと思います。おいおい、困る困る。困る。いやいや、ということで深川さん2時間ありがとうございました、はいはい、ロケットマンアルバム8月8日リリースでございます、はいはい、あとは先行ダウンロードとかもされてるんですね、はい、まあ、諸々やってますんで、はい、はい、まあ、ぜひぜひということですね、はい、山田さん、はい、じゃあ番組メッセージください。感想質問なんでも OK です。コーナーはあいつこんなこと言ってました、もしがが大喜利です、リフトオフ、ありっていいとも替え歌も募集してます。詳しくは番組のホームページに載せてあります、チェックしてください、うん、はい。さあ、ということで深川さん2時間ありがとうございました。27時間の打ち上げ、これからは行かれるんですか。そうね、うん、ちょっと駆けつけたいなと思います。はい、はい、上の階のあそこやってるわけでしょ。上の階のあそこ行こうかなと、はいはい、じゃあまたぜひなんか出した時には、うんうん、いや本当はもう全然関係ない時行きたいんですよ、ええ、うん、そう。困ります。さようなら、また来週。